こんばんは、さあ始まりましたごやどっこいのオリジンアワーのお時間でございます本日のお相手は今月だけ差し入れ売れましたすっとこどっこいそばショート大食いチャレンジ企画ありがとうございましたすっとこどっこいブリキですよろしくお願いしますいや今月もね今月に入ってからも差し入れがすっごい今日もねあの後でます今までもいただいてましたけれども差し入れが来てるんですよね今だから本番前ね 大さんもディレクターをやってる大城隈さんから「なんか今月売れたね」って言われましたからねいやほんとすごいねってこれはもう第三者から言われたらもう売れてますそうそうですだから身近に僕たちを見てくれてた大城隈さんが売れたといえばもう僕たちは売れてますもう本当に完全に売り切ってます仕事は個も入ってませんお笑いの2月も後半ですよそう こもお笑いの営業やってないねこのラジオだけ食べ物が先行で入ってくるんですよね仕事より先に食べ物がいっぱい先行で入ってくる。食レポみたいのかなあ、僕らのうん、僕らの。クソ下手くそなのクソサンドイッチされるぐらいクソ下手くそなのいやわかんないよ A ランチ A ランチいけると思うけどねいやいけんよや A ランチ吉見大賀さんと三木と兄さんにお届けしたいよ食レポも あんま食,食レポの仕事やったことないだろ、ええランチで俺ら。ね。ねえじゃない。 <laughs> さあやっておりますけれどもねえツイキャスの方でも配信しております <laughs> えっとマリエさんぴんさんこんばんはありがとうございますいます。じゅんさんプキポキポーキーあありがとうございますこれ漢字読めないですね熟れてるっていう読むんですか熟れてる誰がだ？俺がか熟れてるってことですかえ,ええ。二人であげあげ飯やれこんばんはと円楽さんから頂い,いて好き <laughs> あるかよ 誰が見るば確かにねあげあげめし僕らがやった方が絶対引きありますからねあの正直かかずゆりさんいないとあれ引き合わんばよいっ失礼さよやかずゆりさんメインだばよ。どちらかというに失礼だ俺から言わせてもらえばかかずゆりさんがメインだばあれデージ失礼あのあのおじさんの人あのおじさんって言わんけ大川さんお前。お前一う失礼だ。あのおじさんのことも褒めてあげるやあのおじさん冗談ですね冗談でした失礼しましたまあ まあまあねいろいろありましたけれどもまあ本当にうんバクバク飯はやってきましたからねバクバク飯はねバ、うん、バク,バク飯違う <laughs> 違う番組でええー、僕、はい、ツイキャス番組でねツイキャス番組前回やりましたけれども、えー、まあまあ前々から先々週から話題になりましたプーキーの大食いチャレンジということで油そば,、うんうん、油,そば油そばを1 5キロ制限時間10分以内 食い切ったら1万円食い切れなかったら5,000円払ってくださいとでこれをやりたいんですが5,000円をくださいと皆さんにそうそうだからチャレンジ量が5,000円とねちょっとあの、はい、勘違いしてて、はい、で結果よくよく聞いたら失敗をしたら5,000円を支払うシステムだったそうねいうことでだからこっちから出すのは成功したら0円、ね、ゼロもうただ食いできるとあ<ー>あ まあそれでリスナー皆さんからいろいろ N ジャージさんと s 安さんと大城クマさんと大城クマさんの嫁さんとアニゾーさん今日ブースにも来てくれてますねありがとうございますアニゾーさんありがとうございますでいろいろクラウドファンディングされて5000円を握り締め握り締め先週先週じゃない今週火曜日か今週火曜日に行ってきましたはい蕎麦賞も一緒に蕎麦賞カメラマンでブ、ええーキーは大食いマンで大食いマンであげあげ飯のリポーターとしてねカジケンさん <laughs> そば屋さんが油そば専門店かじけんそうそうおろくてさんの方でやらせてもらってねすごい雰囲気がよくてねねなんか昔の古典音楽も流れてたしな古典音楽っていうかそうそう BGM がすっとこどっこいの出囃子みたいだったななんかすごいよライブの出囃子本当にね著作権フリーの時の。 生配信あまだ YouTube の配信してなかった時のデバやしあ,あ,あこれだなと思って <laughs> 使えるなぐらいのなそうああちょうどいいぐらいにマッチしてね。 BGM とかで雰囲気がすごいなんかコロナ禍ということであんまりちょっと騒がないようなタイプというそうそうそうもう本当に極力騒がないようにね,ね食べる時以外はあんまりしゃもうマスクをするみたいな感じの雰囲気でもう全然声出せなかったんですけどそうそう店長さんにも了解を得てあのねそのテーブル席を用意してくれてね<う>僕たちのために奥の方で多分うるさくなるだろうっていうことででやらせてもらってねもうそれまあ結果から言いますとはい 成功しました。いやおめでとうございます。ありがとうございます皆さん、えー。タイムが九分八秒。九分八秒で一点五キロ食い切ったと。えー、えー、五十二秒残しで、はい食い切りました。五十二秒も残せたんですからね。まあ余裕って見られるでしょうね。それは確かにまああの食えはするのよ。量は。うん。でも速さがちょっと肝心だったから。十分っていう制限時間がきつかった。早食いこれはもうどうなることやらと思ってたね。 あもう食い始めて、うん、この3分4分ぐらいにあやばい間に合わんと思ってもう前半そんぐらいでも危機感を感じたんだそうそうやばと思ってでも全然もうなんかねそのなんか喋る余裕もないし、はい、でなんかちょっとやっぱこの食道が詰まってくる感覚があるわけギュッギュッギュッってなんかまぜそばで一気にこの油そばでこの広げて、うん、なんかそれでびっくりしちゃってるみたいなあもう うん、蕎麦が全部ブワーって一気にもうもうなんか入ってきちゃってるから本来の喉の細さより梅雨のやつがブワーって入ってきたらみたいなだからこれさだから油蕎麦だったからいけたっていうところもあるんだよね、うん、油でちょっとスルスルって落ちやすいっていうか。 そうよねアメリカンドッグだったら最悪だもんないや最悪よ多分失敗よ <laughs> お前水分持ってかれて食道もギチギチに固められたらもう勝てん油そばの油の物質がすごいにそに滑りやすく入りやすくあの早食いとしてはあれほど優しい食べ物ないなと思ってあ本当にお<う>いや味はどうだったんですかいや味もめちゃくちゃ美味しかったし、ね、ああそうですかあめちゃくちゃ美味しかったも<う>僕もい一緒に見てたんですけど、うん、あれめちゃくちゃ美味しそうな 本当味は味わう余裕なかったけど<う>あでもうまっ,ってなったねこれだったら味,いい味はあのいけると思った全然もちろんおいしいからしてあの量やばかったないやちょっとねあの画像をちょっと見せてもらったんですけど、うんはい、このなんかなんかあんま大きく見えないんだよなやっぱりなんかかね一応まあまあ確かに思ってたより。うん なんか少ななかかったったたていう感じはしたなんか画像を越しで見るとな、うん、でも生で見たら全然違うよなよ、ね、全然違った器が本当にでかかったテーブルよりはみ出てたもんな器 <laughs> いやそんなでかくなくてテーブルがねちっちゃかったんですよしにテーブルがいやもうあれすごかったなテーブルがちっちゃにびっくりしましたからね <laughs> 逆にそ<こ> <laughs> テーブル小さいちっちゃこの水えって そうそう群馬の兄蔵さんからツイキャスでね、はい、そう大きく見えなかったチラがでかいからじゃねえっていうああそれもありますねあ、まあ、まあまあそれもあるけど <laughs> それも,それも大食いをしようとしてるチャレンジャーが顔面でかいからちょっとここはねデメリットですよね俺もなんか少なく見えるなっていうのと同時に、うん、俺チラでかいなやっぱっていうのが、ね、巨人が食ってるみたいな感じ。 あちょっとんか早食い大食いにちょっと俺向いてないよそこら辺のタレント性もまあ向いてない輪郭という輪郭そうそうそうまあまあ実際の量は本当にもう僕も見たらでかくてだからそばしょう越しにちゃんと見せればよかったなそばしょうが持っててこんぐらいの大きさですよみたいなさ俺の顔面で顔面でだからだからこの入るじゃんまあまあまあでかさがねあれはすごかったよ いやこういうフードファイター系って初めてなんでい、うん、ったらいや俺は正直に言うと、うん、あの食いきれずに、うん、もう多分8分 6, 6分あたりで、うん、無理だろうなっていう感じだったんですイメージではなんかね、うん、僕の中ではね お笑いを出してくれるんだい俺の相方っていう感じで審査員みたいな感じで行ったんですあどうどう笑わしてくれるんだいと食べきれなかった時のお前のお笑い技術お笑い技術どうやって巻き返すんだい <laughs>、うん、この5000円分のお笑いをどうしてくれるんだい <laughs> おいうちの相方っていう感じでカメラマンとして行ったんですけど黙々と食べてるから何も喋らずにそう 俺あんな真剣な顔見たことないと思うぐらい今まであ本当？うちの相方こんな表情できるんだ俺毎回毎回ライブの舞台袖はあんな顔してるぜしてんよやしてるよしてるよ全然してんよや今日の朝入りの弁当どのタイミングで盗もうかなあの表情いやや朝朝入入りり盗盗盗んんんでばむつなな若手メンバーのの弁当どってもうかあ表情しか見たことなかったから群馬の有蔵さんから一つもお笑いはなかったようなってそうなんですよ いやでもそれは無理よ一つもお笑いがなく。だ,だからこそ、一つも笑いなかったからこそ、最後俺もう勝てるなってなった時に余裕かましのボケやったじゃない。あれは <laughs> まあ滑ったものの。あれはいらん。うんうん滑ったもののね。勝てそうな感じだったらあれいらんかったよ。だから油そばだけにめちゃくちゃ滑りも良くてさ。あ <ー S 1> あ、そう感じましたよ。今のもいらん。ふふふ言うておけ、今のもいらん <laughs>。<laughs> ずっと黙ってた方がかっこいいかもしれない <laughs> まなでまあ結果ああ結果成功してあグマ熊野有蔵さんそうそうでも成功して感動したよといやすごいねいやでもほんとにねほんとにすごいわフードファイターの方いやすごかったあれはもうあ,あれはもう前半はマジで減ってなかったもんな、うん、ツイキャスも死にテンパったツイキャス配信もその時も,もちろんしてて多分動画で見た方は分かると思うんですけどあもうこう減 ななくいっていう感じでしや怖かった半は前半マジで怖かったなだからめちゃくちゃテンパって俺だからお前食いながら麺出してるんかなって思ってた全然変わってんやし量ってなって6分のあたりから変わったねなんかな急になんか俺も減ったなと思ってあれお前食ったと思ってそもそもそば食ってんよなって思って急になんか急に見えたよな店員さんもだから最初は多分ね 無理だろこんなもんみたいな感じだったと思います。で5分過ぎたあたりからあれこれああだったな。今日の売り上げから1万円なくなるぞっていう顔してましたからちょっとなんか冷や汗かいてたよな。だからその後にに、うんえー「じゃあチャレンジ成功ですおめでとうございます」って、ね、あの封筒に実際にねああ封筒にこれこちら1万円ですどうぞって賞金1万円見た時に1万円入ってなかった、うん、入ってなかった。入っってなかったうん 本当にあれ俺たちが中身確認してなかったそのまま帰ってたからね。<laughs> <laughs> ってたよまあでも結局はバレるだろ入ってないなってまあでもだから入ってないっつってまあねくれたけどね店員さんがあれはミスだったっていうだけね店員さんが「すいません入れてないのボケでした」あボケでしたっつってそれに対してもお笑い芸人この二人は全然ツッコミしかえさんかったからなあ別にあれでは配信切った後ぶん殴りに行ったからなあのボケ面白くなさいよやつってで最後悪くするのなんでちょっと悪い感じ出していくのやってないしねえいややってないしよ いいやいやでもまあも賞金1万円もらって1万円もらいましたよお腹いっぱいで食べれてそうそう実際あの日のコンディションとしては一日普通に食べてたんですよねお昼も、あのー、夜にその行ったんですけど、うん、そのそうそうチャレンジはね,ねあのね逆に腹を開けすぎるとす、うんうん、かせすぎると入っていかないっていうのがあるわけ。 飯これ大食いあるあるなんだけど<ー>少しちょっと胃に入れて<ー>6時間7時間置いて<ー>ちょっとあ今から腹減ってくるかもぐらいがベストコンディションだわけあ<ー>まあ俺の場合はねだから俺はわざとこの6時間七時間前に一応弁当送って。うん でそれでまあちょっとああいいコンディションいいコンディションで臨めたちょうどいい感じがあるんだああ自分の中ででもあのあと、うん、その油そば1 5キロ食ったもんだから、うん、帰りのコンビニはしごしてチョコ2本食ったなえどういうことすっごいもうなんかどういうことあの油そば食ったさキロなんでなんでコンビニなんで 食って、あーお疲れしたーっつって <laughs>、うん、もうお腹かもも,うもちろんいっぱいなのよ、うん、あー飯食ったなーっていう感じで、うん、で帰ろうってなった時にもなんか口の中がなんか油まみれになってっていうか、うん、油そばだからってことそうそうなんか気持ち悪くなって、うん、気持ち悪くなってっていうのは吐きそうになってってことじゃないよ、うん、なんか口の中さっぱりさしたいなと思って一、うん、回コンビニ行ってアイス買ったわけ、うんはい、チョコ系の 食ってあ美味しかったってなってまた車走らせてたらダメだチョコっつってまたまたコンビニ入って違うコンビニ入ってもう今度はガリガリくん食ってあのスッキリさせるやつでさっぱりさせたかったんです爽快感あ俺だから油そば1 5キロと俺アイス2本食ったんだすごいお前アイスチャレンジもしてたんだ帰りにね アイスコンビニハシゴチャレンジだちゃんと10分以内で食えたよ、アイスは。いや、デカさによるだろ、そりゃ。ちゃんと食えたから。すごいな。実際、あの後まだ入れた。お腹は、お腹は、だから、要領は行けましたね。2キロまでは行けたと思う、油そば。ああ、え、あの後から2キロとか。え、あの後、トータルで。トータル油そば自体2キロは行けたと思う。でも10分以内では食えなかったけどね、たぶんね。 ああすごいな,あごいなでそれでもねまあまあでも本当にこれは美味しかったんですよもちろん、うん、でもやっぱり夜にこのお腹は壊しましたよね、うん、あ壊したんだあやっぱりねいや,いやアイスだろう多分アイスだろうよアイスもあるのかなアイスしかないだろう絶対 <laughs> いやでもアイス二本はしごしたなんてお前やっぱりね早食い大食いはよろしくないね体に負担が大きいわ。 ああそうなんですねやっぱりおなか壊す前もね深夜さんリップサービスの深夜さんに替え玉チャレンジやってきてつってで替え玉十杯ぐらいかなやってその夜もお腹壊したからさそのチャレンジは一人で行ったよねそのチャレンジは一人で行きましたすごいな深夜さんに一人でチャレンジしてツイッターで行きましたっつってすごいですねいやもう本当にだから今までねあののそ大大食食いいチャレンジ 自称大食い芸人みたいな感じでプー、うん、や相方は言ってましたけど僕はその、はい、もう目の当たりにしたことがなかったから、まあ、今回を機に死にデブだな国家って思いました本当にいや本当そうよデイジ引くやすさーって思いましたもうあだからもうどんどん思ってするわめちゃくちゃ食べる、うん、うちの相方はやっと俺の凄さ分かっただろデイジデブチン、うん、デイジデブチン俺はもう <laughs> デイジデブチンもうこれはだからもうオリジン 今のところオリジンで一番いやもちろんなのかななんだったらう,うちのナンバーワンでようかなと思ってるぐらいのもそれで沖縄一油そば食うの早いぜっていう <laughs> なんで限定だわ油そば <laughs> ねいやだからそれいろんなのやってみたいですよね今後まあでもそれは選ぶよもちろん何が何でもできるっていうわけではないから、ね、アメリカンドッグパターンでやりたいなアメリカンドッグとかも怖いなあれも1 5キロアメリ,アメリカンドッグチャレンジどうなんかなでも 10分いや無理だな絶対無理だと思う10分だろ15分だったら15分だったら分からん1 5キロってまあでも質によるよねそうねアメリカンドッグとかでも何本10本以上はあるだろ1.5ってなるとね本数でやりたいな並べてからでねその油そばかじけんさんで1万円もらってでなんかもう一つ景品があってはい 油そば無料券もらったんすよあ、すごいこれ1万円の賞金とまた別でもらってずっとこどっこいさんあの有名ですからとかとは関係なしに皆さんに配ってるやつですよねあ,あもちろん、うん、はいあっていうかあの店員さん2人は僕たちは芸人さんっていうことを知ってなかったからね知ってなかったまあ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 ,まあ、まあ、<laughs> その人の方が逆に今は多いかもしれない <laughs> 今はね ちょっとあの言ってくれんかなっていう感じだったけど。うんうん 俺もびっくりした失礼なお店だなって思った全然その感じ出してくれないんだ写真最後いいですかってスタッフさん言ってきよったけどああはいはいって俺もマスク取ってさ俺も取ろうと思ったけどこれ成功した人はインスタに上げてるんですって言いよったからじゃあ俺なしなんだって思ってすごく失礼だなって思いました。さんね いやすごい優しい方そうそうまず芸人すらも知らんから知らんなんかどこにでもいるうざいやつらうざいノリのやつらが来たっていうテンションだったろうな知らん人からしたらデジ嫌だよなそうデジ嫌よツイキャス配信したいっつってしかも知らん芸人かも誰かもわからんなんかど素人って思われてたと思う一番広いスペースの席案内して席取られて わざわざ時間取って1万円なくなって1万円取られてそれは1万円隠すボケするわそうだよなあわよくば1万円渡さなければみたいなあったかもなあわよくばねあわよくばいやでもそんな迷惑なさ芸人さんにさこんなもうよくてくれたお店本当ありがとうございます本んカジケンさんありがとうございます美味しかったですしねでこれあのちょっとそのさっきの話に戻るけどチャレンジ料が5000円はい がこれあれなんですよだから今日群馬のアニゾウさんも来てるし<あ>アニゾウさんからごめんなさいねあの写真お店のストー,ストーリーに載ってたあそっかあお店のストーリーにインスタグラムでそっかあげるって言ったらちょっとこれ確認しようあ今まだ残ってるかなちょっと確認しながらはいで賞金が1万円とそう1万円だからもらって、うん、まあそれはちょっとあのなんか何かに使いたいなと思ってるんですけどうん、うん、だからこのチャレンジ料の5000円よねあれ <laughs> ごめんなさい <laughs> 洞窟の奥の方からなんかドラゴンの声が聞こえたよあのファンタグレープ飲んでて <laughs> <laughs> ごめんなさいファンタグレープ飲んでて <laughs> というのもあのシーゲーさんからねリスナーのシーゲーさんからあのチキンに合う飲み物買ってきてって言われて <laughs> まあこの後の差し入れで出るんですけど <laughs> <うん S 2> そのファンタグレープーーん飲んでたんだよありがたいよーシーゲーさん差し入れくれるけど <うん S 1> その差し入れが 合う飲み物は全部自分で実産して持ってこいっていう指令が出るから飲み物はお前らで持ってこいよっていうねファンタのプだだったんごめんなさいファンタグレープを今日にいるドラゴンから思った久々に飲んでねでこの5000円とでまあこのよろしければなんですけど FM ナースさんのこのね FM ナースさんがよろしければなんですけどこの油そば無料券をリスナープレゼントにしたいなとあ 思っててましていやそそれはそうですようん当にこれはでもぜひ食べていただきたいんじゃないですか味の時は本当、うん、めちゃくちゃ美味しかったしだからこれをちょっと FM の母さんに取りに来れる方のみみたいな限定でね <laughs> そうですねあああちょっと募って募って、まあ、先着みたいな感じになるの先着抽選で抽選 いや、抽選だったら、取りに来れないという方もいるから、先着にする。そうなってくると、おのずとも群馬の兄蔵さん、一人勝ちになるぜ。したたか挙手してるやん。で、あの。兄蔵さんは、だから、そのツイキャス配信も見てくれたから。はい。そう、で、今日、わざわざ、その。いや、そうよ。このお食事無料券を、あの、取りに、わざわざ来てくれたみたいですよ。だから、今日は。あ、それを知ってて。あ、そっか。ツイキャス配信で行ったもんね。 あじゃあもうじゃあもうそうするかそれのほうがいいでしょう <laughs> だってアニゾウさんもねこのカンパしてくれたわけだからカンパしてくれたい,いいですか、ね、皆さんいやいいでしょうもうアニゾウさんにあげようこれはうん実際もうじゃあもう先着ということでじゃああとでじゃあアニゾウさんこれ無料券差し上げますんであれ、うん、うんうんってやってるあグーグーってやってるあグーグーグーはいじゃあアニゾウさんおめでとうございます シゲいさんのお友達の方も今日来てるんですけどもまた別でちょっと大食いチャレンジやったらその無料券をお渡しするんで <laughs> あるかな材<庫>料かかな在庫準備しとくんでこっちでああこいつにいっぱい食わして <laughs>、ね、はいまあいろいろ応援してくださった皆さんいらっしゃいますか本当にありがとうございましたって感じですよねで群馬のアニゾさんから1000円はいらんから無料券欲しい,い、うん、マジっすかあじゃあもう無料券はもうアニゾさんに渡すからお釣り出ますよいっぱい頼んだら普通にあ確かに1000円だったらな お釣り出るのにで円楽さんから昔好きやで、えー、牛丼キングを食べた翌週にカレーキングをどちらも6分ちょっとで食べたけどあれ1 2キロもないんだなっていう円楽さんもめちゃくちゃ食うゃ牛丼キングを食べた翌週にカレーキングキング上宮ですねキング上宮えそんなに食べる感じなんだ,だ円楽さんって、ね、歌は何聴いてるのかな歌,、うん、歌手とか誰聴いてるんだろう歌手 それはもちろんキングヌーだよなあそういうことそういうことああなるほどねそういうことそういうこと全然読めんかったな全然読めなかったでもエナクさんもじゃあすごいなキング食えるってことはありそうさんジプシーキングスかなわからんごめんなさい俺俺もわからんごめんなさいどうしようもねえわこのパーソナリティ 芸人2人が分かんないって言っちゃうラジオです。マリエンピンさんからキングギドラかと思った。ああ、そこもいいですね。そこがギリギリ分かります。何の歌を歌ってるか分かんないですけど、ギリギリ分かります。はい、ほかにじゃあありますか。いや、なんだこれ。はい、キングマチです。キングボケマチです。リスナーさんにキングボケマチですっていう芸人2人なんだわや。やったあがボケでやて。ああ、殿様キングスだよって。いや、分かんないのよ。俺たち世代じゃないのよ、多分。 わかんないな。じゃあちょっとじゃあこれじゃアリさんの1000円は僕にってことでいいですか。じゃあマジですか。ありがとうございます。この1円はじゃあ貯金じゃない？次の次のうんいや使います使いますあのそうなのお前のそういえばさあのこのじゃ待ってよそういえばその賞金1万円いただいたでしょ結局まあ あの失敗したら5000円ですからその5000円はまた別として成功したから出費なく1万円もらえてあなたの手柄ではありますけど何に使うって言ってましたっけどそういえば冷蔵庫ぶっ壊れたんですなんだわそれ今更だけどでもちょっとそれも冷蔵庫なんかちょっと買いたくねえなっていうなんか反骨心芽生えてきてどういうことそのツイキャスの,そのまあ言ったら前火曜日の時点では冷蔵庫の費用に充てる の多分冷蔵庫壊れて1週間ぐらい経ってるんですよね今冷蔵庫がつかなくなっちゃってね一人暮らししてる時にだからもうんか結構いけるなと思って冷蔵ない冷蔵庫ない生活もお前冷蔵庫なしでもいけるよなっだからでも今の時代だから今の時代というかこの時期だからこの冬場お前全部冷蔵庫ベランダに置いてるだろこれ何て何てよあれ北海道民家や北海道民家や冷蔵庫いらずのや 外にバケツ置いててかからさ <laughs> そっから <laughs> 取っ取るだろうだのかあの外の方が冷えやすいっていうやつな <laughs> あの缶ビールとかもなんか雪に見えるからだから今の時期は言えるからまだそうそうそうだからあのちょっとね買いたいやなんか冷蔵庫そっかでもまあこれは成功した本人だから正解はまあ全然いいですよそれにプラスしてアゾーさんのクラウドファンディングでいただいたこの今いただいた千円1万1000円1万1000円を 何に使うんですか、じゃあ実際。もうすもうなんか食品。食品やしにでもやし。食品に当てるよ、それや。これも食品に当てるわ。もちろんさあや。 もちろんめちゃくちゃもう俺あの最近値上げしたねそのすき家とか行くよめっちゃデブやし最近あのなんか白髪ねぎ牛丼のやつあれめっちゃ美味しいからさ白髪ねぎ牛丼頼んでまた上と下は分けて2日に分けて食うわけお前ああそういや2日どころじゃない朝昼晩で <laughs> 朝昼晩 3つで分けるさそりゃあ上のところはちょっと頭を取って下のタレのつゆだくにしててそのつゆだくのご飯と普通のご飯を掛け合わせて食べるみたいな食べ方するよそれもうもうそれでチャレンジやしそれで大食いチャレンジになってるわよええっていうねやばまあだからお前これカジけんさんのあの店員さんに聞いてもびっくりすると思うよまだ食うわやてうまいな死にデブやしまあまあでもまあ一家1万1000円食品にかけてもらって まあ、ちょっと一旦 CM 行きますか。はい、ということで、皆さん応援ありがとうございました。マジで。ありがとうございました。ジュ、えー、じゅん、じさんからツイキャスコメントで、さすがゲス。聞いす <laughs> <laughs> ゲスですよ、本当に。つとむさんから冷蔵庫を捨てるのにも、お金かかるぞと。あ、そっか。つとむさん、さすがですわ。冷蔵庫捨てると時、金かかるのにも。捨てるのんど,どんくらいかかるのかな。あのー。何千円とか。まあ、まあ、なんていうんですか。あのー、業者。 業者じゃないな、そのゴミ捨て場みたいな、長距離とか、その、するところに持っていけば、重さによるか、重さにもよるし、安く済むんだけど、まあ、軽トラも借りないといけないしっていうところも出てくるよね。円楽さんから、え、牛丼キングは1.2キロ、カレーキングは1.5キロって、賞金は出ないけども、勇気もやれ。なんで勇気呼ばわりだもんあでも、まあ、キングは絶対行けますからね。カレーキングやばいな、行くかカレーキングも、カレーは行けるよ。カレーは飲み物だって。 カレー、あ,あ、彼,彼のものね<当>ベタな、ベタなデブの、デブチンの発言しますけど、はい、いったん,ん,ん,ん CM いきたいと思います。<はい S 1> メールの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。メールアドレスが、オリジンアットマーク、FMNAHA.jp、すべて小文字で OR、ORIGIA のアットマーク、FMNAHA.jp となっております。それでは一旦シー CM です、どうぞ。 気象天結2月25日土曜日19時から天武ホールで開催。チケットは2000円。配信もあります。サーキも出るの？サーキも出るしスーズも出るよ。え、そうなの？あ、そうだよ。え、何するの？ネタやるの？え、マイクは何した方がいいですか？マイクはじゃあ受付お願い。受付でネタしてもいいですか？あ、それはやめて。真面目に受付してね。せーの、来てね。じゃあすぐ帰ってもいい？ダメダメ。ネタやってから帰ろうね。じゃあ寝ます。寝ないで起きて。じゃあ舞台でお菓子食べていい？ダメダメ。あそこしたいです。ななのこの子たち。 さあ、ゴヤドッコイのオリジナルは始まっております。はい、お願いします、えー。ツイキャスコメントで食通おじさんさんから、ありがとうございます。お、久しぶりです。えー、そこのマゼそばマゼそば屋さんは、えー、ステーキハンズの系列店だよと。あ、そうなんですね。カジュケンマゼマ油そば専門店カジュケンさんは、ステーキハンズの系列店。え、ツイキャスで？うん。あ、今来てるんだ。そう,そうそうそう。あ<ー>あ、そうなんだ。初めて知った。いや、もうめちゃくちゃうまかったらしいですよ。僕は。 もう美味しかった、うん、俺もう本当にギリギリマジで食べようかなって最初思ってたのよそうだからせっかく撮影してくれたからそうあ油そぼおぐるよっつってマジで見ててお腹いっぱいになって本当にお腹いっぱいになったらしいです俺 水いっぱいでマジでお腹いっぱいになったからいやもういいわ帰るわバイク乗って帰ってってほんにプーキーが「いやいやいいよ俺がお金出すからお前飯食う」っておっもうおないっぱいっ勢言ったなんか俺より吐きそうだったもんなお前のほがかおもういいもう帰るっつってもうお腹いっぱいっつって俺よりお腹いっぱいって言ってたとの方が体調悪そうだったなんだわこのコンビなんで胃袋だけ俺に来てるかねはい えー、ジュンさんからウガンダかウガンダカヤといやなんかそれ <laughs> どういう突っ込みをやや、えー、どうどうな,なんなんなのウガンダカヤ、えー、マリエサンピーさんからそんなに生活苦しいのいやもう苦しいっすよもちろん。 生活は一番苦しいって今言い方じゃないですけどだからもう俺貧乏症なんで単純にね,そう,ねそうそう貧乏症なんでもうど,うどう節約していこうかっていうことですからまあまあいい育い育成というかまあまあまあいいことではあるんじゃないかなえー、っと神奈川県在住の浜子さんから、はい「え何か違うチャレンジに使ってほしいな」とさっきの賞金ね,うね違うチャレンジもう本当にぜひありましたら、うん。 あのうちの相方がそこに食いに行きますのでので食って、えー、皆さんからいただあの一旦預かった賞金を一回倍にして返しますんで <laughs> い,い,いいやつやりましょうよ <laughs> みんなで <laughs> まあまあラ,ラジオで放送できないあのそのやつやりましょうよじゃあ,まあでも2キロ二キロぐらいだなあのちょっとマックス限界あ,あマックスもう3キロ4キロとかって言われてやってっつったら、うん、無理って言いますいやできるよそれは無理デブのお前だったらできるよ まあんかチャレンジがあったらぜひねやりたいよなお前より俺がやりたい気分なのに火がついてるおうでお前もお腹いっぱいになってる俺それ目の前でだから見てて俺お腹いっぱいでだから俺どっちも食費かからないっていうあそうお前もじゃあウィンウィンなんだウィンウィンなんですよ見に行って皆様に助けられてるな本当にありがとうございますほんとに熊野有蔵さんウガンダさんが多分初めてカレーは飲み物って いったんだよってあなるほどねああそういう意味かううあ,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 あなるほどねありがとうございますさと差し入れの方もそうそう来てるこんなにね食べ物の話をずっとしてそうよさらに、うん、太らす気かやありがとうい,いや本当よ死にでブーでよいやマジでもうこの今日くれた差し入れで1.5あると思います だ,もうだって俺今その差し入れまあね今目の前にあって見れてるけどご飯と1 5キロで食いたいもん <laughs> ご飯1 5キロ用意してそうそのチキンでちょっとじゃあ先にっあったかいうちに食べてっていうことで頂い,いてたシーゲさんから差し入れでいただきました、うん、はいえっとこんなのもねうねクリスマスでしか。 米欲しいない米米ななケンタッキー<米>米食いてうんチキンと一緒にいや当たり前ですよ,でかるよは僕はもうケンタッキーのチキン一本でどれほどあのお米を食えるかっていう生活をしますから、ね、あのあでこの中身チキンの中身が中身をちょっとツイキャスの皆さんが映像見れますのでねはい、はい、こんな感じでねいっぱい量あるんですよ いいよな。めちゃくちゃありますよ。のこの小分けされてるタイプですね。このケンタッキーの箱のチキンあの上の部分のやわさ好きなんだよな。あの横はちょっと固めなんだけど上のやわめの感じが好き。あのあったかい状態で入れるから温度でやわくなって。そうそうそう。あれいいよね。やばい感じでちょっと濡れてるのよね。そうそうそう。あの包み紙もねいいよね。 でえー、これ分けられてまして、まああのー、こ, <laughs> こ,のこの量来たんですよこの量って言うとごめんなさいね。袋に あののケース入ってるよね箱にまたそれとは別でアメリカンドッグみたいな感じのちょっとしたサイズのあツイスターじゃないそれ僕のチンポコと同じぐらいの太さのサイズのツイスターでかっ分からんのそれってみないとで僕のチンポコの大きさのケンタッキーでかっる両あるけどでこの箱のやつがプーキーでツイスターのやつが俺っていうよどんなバランスよやえ お前ここのツツイイススタターー本本だけれどんなバランスで考えて買ってきてくれてるばや俺てっきりだからそばしょう分のしにくいにいったばっかでよ火曜日大食いチャレンジでえったたやつにます俺ビスケットとかもあるけどリスナーさんのせいでこいつプーキーが痛風になりますもんいやすごい今見てるんですけど僕僕ツイスターポテトこれビスケット ケンタッキーフライドチキン1本入ってますああ入ってるんだお前の方にもツイスターあるんだあれありますか俺の方にもあるっていうまあでもまあそれとは別でシーゲイさんからちょうどバランスをよくしようっていう優しい心意気でリプトンのアップルティーパック1パックとバニラクリームサンドクラッカーいただきましたその場所お前も一回怒った方がいいぜ一応引き合わんよやこれなんだったら今日ラジオ前にファミマでシーゲイさんと会ってシーゲイさんが「 そのリブトンのアップルティー持って悩んでたのよ、俺のこの悩んでて、すしましょうこれでいいよね、つってこの子のクッキーのやつ、これでいいでしょ、つって。もう大体もう刺しました。あ俺、なんか変な感じなんだ、差し入れを。あもう本当にお前のバランスに悩むんだな、一応、シゲさん。どうバランスと。いや、でもありがとうございます、シゲさん。俺もあんまりのお気遣いがあればいいですから、そのいや、ありがとうございます。え、じゃあ、僕も。いいややプーーキばよだからお前これ 1> 1箱あるからお前も1週間いけるよ節約してえとまずツイスターの皮を剥ぐだろ <laughs> <laughs> ツイスターの皮を剥いてで,いで,でご飯にのっけて<に>醤油垂らして皮についてるタレでご飯に入って僕もいただいたツイスターうわうまそうツイスターえ俺ケンタッキーのツイスターいつぶりかな<俺>これ食べたことない ケンタッキーのターお前食ったことないケンッキはね本当にねお金持ちが食べるみたいなイメージがこれソースかなと思ったらあれかバスケットかあの俺これ何回も言いますけど冬になったらこのケンタッキーの CM で「クリスマスが今年も」っていうやあチェックにあつパイのあったじゃないですか何パイでしたっけあれ何パイっていうんだ あああのー、あのパイ、ね、あパイパイねとりえずシチューパイだ、うんもうあの CM がたまらんくて小さい頃っていうかエロいよな <laughs> いやそのエロ目線でじゃなくていやあれエロいよ終わってからでしょ<う>パリって終わって,ってからシチューにしてしまうあれシニエロい俺もあれモザイクかけた方がいいよいやもうマジであれ貧乏の時のこのあの時今見ても思い出すわけなんかあ,のあれ食べたあれ回しか食べてないなあれ 俺一回食べて衝撃だったな。マジやめちゃくちゃ、めちゃくちゃ。そのパイはないんですけどね。ごめんなさい。今なないいんんですけどごめさツイスター。どうぞ行っちゃって、俺もツイスター食べよう。ツイスターだよなイントネーション。なんか変なイントネーション。俺ら、ツイスター。このツイスターを食べたことないから、ゲームのツイスターしか知らないのよね。え、ゲームのツイスターがまず何なのゲームのツイスターあるでしょ、なんか。ツイスター。いただきます。 うわあいいね。ごめんなさいねシゲさん。俺マジであのケンタッキーこのチキン一本もらってるんですけどこれマジ家で帰って食べます。家に帰って食べますシゲさんごめんなさいね。はいご飯とああ大塩君さん分かってくれてる。もう俺マジケンタッキーのチキンはご飯と食いたいうんまっ。おいいですいいですねいい笑顔。ツイッターうまっ。こんなうまいえ俺もだから久しく食ってんからいただきます。いしい。 いいですねあ<っ>あなんかなんかやりそうです。面白いことやりそうあぐるぐる回ってるブーキーが席わざわざ立ってぐるぐる回ってるいやいや、うん、あまりのおいしさに俺自身がツイスターしてしまったあーなるほどねツイスターにかけてるんですねえランチ CM あけのな <laughs>

うん。ツイスターのこの皮、うまいね、皮がうまいな。うまいうまい。ささくれぐらいの薄さですよ、これ皮。<laughs> そんな薄くないわ。<laughs> でも薄いけどもっちりしてるしね。う,うまいな。いやうまいわー。ああもうありがたい。ポテトもいただきます。僕ポテトついてます。う,んうまい。あのねこの芋芋しい感いいよな。KFC さんの芋芋しい。 このポテト好きこれもねあのケチャップたらふくつけてご飯と一緒に食えます僕は、うんうん、うまいんじゃがいも感強いもんねうんじゃがいも感強い厚切り感っていうかねおいしいやばいもうずっと食べちゃういやうまいなありがとうございまシゲさんうまい俺に合うファンター うん。あ美味しそうですねもうめっちゃビールみたいにグビグビ飲むうわファンタめちゃくちゃ合うよ <laughs> あんたあ<ー> <laughs> ファンタとあんたをかけて出るんですよねエランチ ピュ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 これ笑ってる人いる確認していあれどんな人笑ってたエイランチエイランチのわかるエイランチのこれわかる C M 行く時のピュ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 めそんな今やってるかなこんなにいじるほど俺ら出てんばいそうそう出てんばいもう多分2年ぐらい出てんばい俺たち多分一っていい芸人じゃないわけこんなそう確かにごめんなさいであのちょっとねちょっと時間があれなんですよ あのー、このあとちょっと大城熊さんがやりたいことがあるっていうことで<え>ごめんなさいじゃあ次、あのー、群馬のゾ蔵さんからいいい浅草せんべいいただいてます、はい、うわありがとうございます浅草せんべいえ何ご存知いや分かんい聞いたことないから浅草せんべいってあるんですかそんなあなんかな普通のせんべいと何が違うのかなそれをあなたが伝えるべきなんでしょうその役目はあそっかそばしょうの分もあれかごめんこっち開けちゃったからお前これもらって 蕎麦はちょっと違う別の,、うん、別の種類のやつ俺は普通に浅草せんべい,い何味とは書いてないんですけどこの美味しさもう一度というお客様のためにお電話であなたのお手元へということで一番屋さんの電話番号も載ってますよえー、かけましょう今 <laughs> つないでみましょう、えー、つないで感想を伝えましょう僕がいただいたのがおこげせんべいあ黒味ちょっと違うね 浅草と大きい文字で袋に書かれてますね。いただきます。うわ。これまた、まあ、そうですね。せあ。うん。何味ですか。まあ、もちろん、あの。普通のせんべいというか、あの、うん、醤油味。なんですけど。優しい、これ。優しいんだ。なんか。ごめんなさい。ちょっとファンタグレープが。 おいファンタグレープ来てれし <laughs> そうファンタグレープのちょっと、うん、また洞窟の奥,の奥からドラゴンの巻き声聞こえてくる <laughs> わふってあ優しいねこれなんかなんかそういうせんべいってちょっと塩っ辛いみたいなやつあるじゃないですかこれ醤油あんま塗ってない感じするあ本当にこの素材のこの本来のこのなんていうの、うん、味で勝負してる感じ、うん、あいいねあ俺うまいこれうんうまいおこげせんべい あの揚げ玉を100円そば弁当屋に行ったら100円そば買う時のあの揚げ玉がありますね一気にぐわって全集合みたいなやつのせんべいイメージで伝えるとえっちょパリパリしてんだじゃんパリパリしてるめっちゃサクサクほんとねうまい柔らかいなめちゃめちゃ柔らかいこれおいしい ちょっとお前のせんべい表面、裏表、舐めさしてよ、ベロでなんでよ醤油の部分なんでよや俺のも舐めさしてあげるから醤油味じゃなくて、醤味になりしそう、お前、そんなああ、醤油と醤をかけてねう。A ランチ <laughs> おお。もういいよやもういいよな A ランチもういいな、うん、B ランチれやれ B ランチもあるからあれ <laughs> お前のターンだったよ、<laughs> 今は <laughs> 今はお前のターンだったぞ。<laughs> あ、俺がやるべきだった。お前がやるべきだったごめんなさいしあ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。しげさんもありがとうございますね。で、あと、まあ、もうちょっとやばい時間が。前は。時間がちょっと。押してるんで、うん。そんなに忙しいよ。あの、もう、ちょっと、もう一回 CM 行って。うん、この後。ちょっと、大城くまさんと。やりたいことがあるんで。お願いします。うん、ボコボコの殴り合いかな。楽しみだぜ。<laughs> まあまず大城クマさんだろうな勝ち残るのは <laughs> そうなった場合さあというわけで一旦たチームちょっといきたいと思います、まあはい、かありがとうございましたいますごちそうさまチームですどうぞ20周年 転月2月25日土曜日19時から天スホールで開催チケットは2000円配信もありますサーキーも出るのサーキーも出るしスーズも出るよえそうなのそうだよえ何するのネタやるのえマイは何した方がいいですかマイクはじゃあ受付お願い受付でネタしてもいいですかあそれはやめて真面目に受付してねせーの来てねじゃあすぐ帰ってもいいダメダメネタやってから帰ろうねじゃあ寝ます寝ないで起きてじゃあ舞台でお菓子食べていいダメで朝ご立ちしたいです 収録いやいやどういうがなりよやどういうがなりだわ収録じゃなくて FM の大城です大城くまさんありがとうございますいつもお世話になっております最近金曜オリジンチャンプルーに僕よく登場するんですよあはいはいああま力不足ですもんねいいやや言うなやうんって言わんでください大城くまさんこれ限界きてると思っ一応ちょっと ヤンビーと須田郎さんと二階堂でねやってるオリジンチャンプ金曜日面白いよヤンビーがオリジンやめないためにやめる前提でやってないのよヤンビーも別にそこまで辛くないんだ楽しんでやってますよ本のオリジンのですお笑いライブ「起乗転結の支援」もいつも撮ってるじゃないですかあれを毎回番組前後とかでですねやりくりして撮ってるんですけどちょっと時間がないと。 今週というかねなかなか時間がないので趣里代表と相談しててじゃあもう本番中に撮るんで大丈夫っすみたいなことを言ったと趣里さんがですねとかまあお互いにねまあまあ代表と大城駒さんがかのロックバンドのグレイはもうめちゃくちゃ忙しい時に「 あのもうヘリコプターで移動してたんですって、生放送となもうあんまりにタイトで時間がないから、多分それ越えというか、もう本番中にあの録音素材を取るというこの本末本末転倒でもあるんですけど、下高本末転倒ですよ。僕らいいんですよ。はい。聴いてる人ですよ問題。問題そうですよ。今から。 そ,ええ、そういうのは生放送終わりにやれですからね <laughs> そ,そ,その告知ってこの番組の告知ではないんですよね一応でもまあオリジンお笑いライブ希少締結のまあですもんねコマーシャルを撮るわけだから、まあ、あでも僕たちそれ卒業してますよ <laughs> <laughs> もう僕たち卒業してますからね卒業してんだ俺らライブもうもうもうあのちょっとありがとうございますあなたばもらって明日行かんくでいいやし明日ライブだからやっと解放されたやっと鎖からあもういろんな営業行きたいからあんなに先輩まだ出てるのにそうダメ撮るんですようはい。なんじゃそりゃごめんなさいね皆さん本当に時間がなくなったのでそうそう時間が一応文言は考えてきてくださいというふうに伝えてあるので一応イメージとしてはこの このいつもオリジンお笑いライブの CM があって、どこから来たのオーダだ、もう編集するのすら、もちょっと、もう、ヤンキーになってるやつ、もう、こっからしゃべって、がんと楽しくいって、おおよそ2二30秒、20、30秒、アバウト。 これを今夜、ポッドキャスティングのデータ、編集するついでにここだけ切り出して、これ、今日一回、癖ついたら、またやるよ、よくないよ、これ。じゃあ、マジで取るんで、僕が今、一回、手、パンってやるんですけど、これ、後で波形見たときに、ここからだなっていうのが分かりやすいんで、ちょっと黙っててくださいね、この後やるんですよ。マジのねすきま お笑いライブ、気象天気 <laughs>。待って、待って,待ってど、どういうこと、どういうこと、どういうこと、一回目はボケた。違う、違う、そんな時間ないでしょ。のあの、面白さ、一回はボケとこうかな、こっちの役目なのよ。だから、毎番組で、やりすぎる、最後、はい、<laughs> <laughs> ラジオで。 オリジンお笑いライブ3月25日第4土曜日に天仏館にてございますチケットが前売り当日ともに2000円ですぜひ遊びに来てくださーい僕たちすっとこの声でしたそれでは最後に2人からいっせーので321、うん、はいはい来てください、はい、いやタイミング わちゃ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 、わちゃわちゃ、これで大丈夫かな。これで大丈夫かな、じゃ。もう一回撮りたいです。もう一回。オッケーです。オッケーなの、これ。ちょっと待って、したたか手応えないな。これ、これ生放送中に撮りましたって、音入れてくださいよ、大白くさん。の生放送中の音源ですって言ってください、よ番組の時間も、あと四分しかないんですよ。これ、貴重な時間使って、テイクツーいきますか。めっちゃ巻いてたから。 あの大城マさんがマジで1回音下げたタイミングでこれマジ2回目はもうボケなしでマジでって言われた時にあんまり僕ら慣れてないからボケようかどうしようか悩んでたからね。 オリジンお笑いライブ3月25日土曜日7時からや、えー、始まるぜ天文スカーにてマイオリス当日ともに2000円でやってるぜカミングスーンや、えー、チェケいや俺たち二人から最後のメッセージい,ーなんいくぜ一、1,2,3,2,1、えー、<laughs> はいはい来たなタイミングめちゃめちゃ悪いぜこれ2回撮ったぜ 回同じボケでやる今金曜折り合わぬ生放送中だぜ放送中だよ放送中だぜぜこれ1回目だなええ。2回今の終わったやつの方が一番動いてますよ確かに蕎麦うがちゃんと伝えたいところをちょっと雑にやりすぎたのは今のじゃあ放送中にやんない こんな言うんだったらだからどの曲もやらないんだ。朝晩中に天中にやったら録音するなんてのはグレーもできないことするんうまくいかないからだ。えこれじゃ実際どうなんですか、おおい一本目をマジでマジで一本目ちょっとはずいな。一応今週来週一週間かかってみてもしかしたら来週のオンエアでこの 収録のコーナー第二回があるかもしれないです <laughs> いやだしだしこれだから歌謡とか聞いてノーブレさん怒るぜこういうの <laughs> あいつらあんなふざけたこんな感じでなこれみんな伝えてよちゃんと生放送中にやったってやつで言ってよいやいやいやまあ効率よくと言いますかね、うん、働き方改革ですわな <laughs> したたかいいように丸めようしてるやつ <laughs> 改革の結果メールも読めてないないや本当よ、うん すメールいっぱいいただいたのでちょっと来週読むのでねはい来週そうですね読んで一通紹介しましょうかあっ一通紹介しましょう僕紹介しちゃうオミくさんですね大食いハンターズの皆さんこんばんはお久しぶりです覚えてるかなオミくですああ長らく折り合わから遠ざかってましたがそばしょうさんの大食いのツイキャス配信を見て思わずメールしましたありがとうございます えワ,ワールドカップベスト16おめでとうございます。惜しかったねということで海南にある牛魔王でも大食いチャレンジやってたからよかったら挑戦してみてください牛魔王そして沖縄の大食いタレントとして SNS とかやってみたらどうですか人気が出るかもこれからも緩やかにオリジンアワー聞きますという,うあありがとで本当にえ何億さんです。よね 宮崎さんはいありがとうございますありがとうございます牛魔王っていうお店で焼肉屋さん牛魔王うん海南にあるんだじゃあそこ行ってじゃあ CM 収録するそこ行って公開放送がてらあの、収録する時間があるんだったらここ来ようぜなんで時間あるのに焼肉屋行くラーメンなんだあンラーメンですあっラーメ海南にあります いいやや、ぜひねもしいやぜひチャレンジしたよなだからもうどんな感じなのかなうん俺の方がチャレンジしたいもん今気持ち的にはあじゃあ一回そばショーやってみる俺じゃなくてそばショーがやるっていう俺がいや俺は食えんよ時間とかわからんけどラーメンセット6キロって書いてある6キロいや無理無理無理じゃあもうそういうのマジのやつだから6キロは無理時間ま時間とかわからんけどいや無理無理もう 食べ物粗末にできんからすみませんありがとうございます皆さん応援していただいた皆さんそして差し入れいただいたメールいただいた皆さん本当にありがとうございまし来週読みますんでメールはいはいというわけで本日のお相手はすっとこどっこいそばしょうとすっとこっこいプッキーと大城も CM 収録させてもらいましたありがとうございましたまた次回お会いしましょうまた来週